南越前町の山あいにある住宅の裏で、この家に住む70代の女性が柿を収穫していたところ、突然熊に襲われ、足の骨を折るなどの大怪我をしました。県内で今年熊に襲われて怪我をした人は、これで9人になりました。昨日午後5時前、南越前町新道で76歳の女性が自宅裏の柿を収穫していたところ、突然熊に襲われ、頭などを爪で引っかかれました。女性は病院で手当てを受けましたが、頭や頬などを引っかかれたほか、足の骨を折る大怪我を負ったということです。現場はおよそ20軒の住宅がある山あいの集落で、周辺には実が収穫されていない柿の木が複数ありました。今年はなんか柿の枝が折ったりとは言う爪の跡があるとは聞いてはいたけど、心配や。もう夕方とか朝は出られんもん。県内で今年熊に襲われて怪我をした人はこれで9人になりました。また県によりますと、今月に入ってから昨日までに県内で熊の目撃や痕跡が確認された件数は95件と、去年11月の1ヶ月間と比べてすでに6倍以上に上っています。県は外出の際は車を利用し、夕方から朝まではできるだけ出歩かないことや、柿を収穫する際には日中に複数人で行うことなど注意を呼びかけています。